5月は1年の中でも特に気温のいい時期ですが、夏のような暑さとなる一方で朝晩は冷え込みが続く日もあります。日々の洋服選びに服装と気温の関係を参考にしてみてください。平年の5月の気温を見てみると、昼間は札幌で約18度、東京など東日本や西日本では25度前後まで上がる日が多くなります。昼間は日差しの下で暑さを感じることもありそうです。ただ夜は札幌では10度以下、東京などでも15度前後まで冷え込みます。早朝や帰りが遅くなる場合は上着がまだ手放せません。また紫外線だけでなく、そろそろ熱中症にも気をつけなくてはいけない時期に入ってきています。紫外線カットのお洋服を取り入れるのもいいでしょう。また急に暑くなった日は窓を開けたり空調を効かせるなどして無理のないようにお過ごしください。気温や熱中症情報、紫外線情報につきましてはお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。